今回はホワイトティー、なんでどういう経緯でリニューアルするに至ったかっていう部分と、そもそもホワイトティーの原点って何なんだろうみたいなところについてお二人に伺いながら今回お話をしていけたらなと思っております。はい、ホワイトティーリニューアルの経緯背景について早速教えていただいてもよろしいでしょうか。ホワイトティーは本当にきっかけとなったのは去年のサボンとホワイトディディのリニューアル、はい、ありましたね、きっかけでした。はい、サボンとホワイトリリーは香料規制によってもう改良をしないといけないっていうので、最初はもう今あるサボンとリリーを目指してどんどん改良していってたんですね。なのでホワイトティーはもちろん香料規制に引っかかっていなかったので、私たちの中でもこう改良するっていうのは全く考えてなかったんですよ。やっぱこういいものはそのままにしておきたい、あまり変えると全然思っていなかったんですけれども、やっぱサボンとかホワイトリリーの香料改良中でやっぱ皆さんのお声とかを聞きながら、前よりももっとこういい香りできるんだっていうのを皆さんとの会話だったりとかインスタライブを通しながらすごい感じていて、なのできっかけは本当に皆さんとのこのインスタライブだったりとかサボンとリリーの香りでした。ホワイトティーの香りって実は2016年そうですの9月の9月に限定発売をしてたんです。最初は、ね、定番じゃなかったんですよ。ホワイトティーがもともとシトラス系の香りなんですけれども、白のこう原点の香りっていうのが本当にホワイトティーとはまた別なんですけど、シトラス系の香りのバーベナとあとローズが本当にこの白の出発の原点の香りになります。はい、でその元からね人気だったこうシトラスの香りとかをこうお茶とかをこう相入れながらどん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 作っていったのがホワイトティー。うんうん、どういう風に変わっちゃうのかみたいなちょっと心配されるようなコメントも、はい、いただいてたので、はい、でも本当にすごくねいい香りに変わってます。じゃあ具体的にどこがどういう風に変わってるのかっていうのを、まあ、田崎さんの方から詳しくお聞きできたらなと思います。はい、ホワイトティーの、はい、のこの調香っていうのはほぼほぼ実は変えていないんですね。ただバランスをすごい変えてます。改良したいなって思ったポイントとしては、やっぱりホワイトティーのこうすごく特徴的なのってここのトップのまずシトラスですよね。はい、こうレモンとかグレープフルーツのこうパーンとした明るい爽やかな部分と、あとここのホワイトティーの部分ですね、お茶缶の部分のグリーンティーっていう、 こう落ち着く部分、このバランスがすごく絶妙なのが白のホワイトティーなのかなっていうふうに思って、今回はそこの春夏だけではなく、やっぱりティーって暑くなってくるとシトラスのこう香りが欲しくって人気になってくるんですけど、もっと一年中このホワイトティーを楽しみたいっていうふうに思ったのが、この方向性のきっかけでは、はい、なのでシトラスよりもちょっとこっちのお茶感ティー感を強めてみたらどうかなって言ってこう試行どんどん始めていったんですね。なのでまずここのグリーンティーのお茶の量がボリュームアップしています。でそうなった時にレモンのここのトップのレモンの種類とかも、実はすごいレモンっていっぱいいろんな種類があるんですけど、今までは甘めのレモンを使っていたんですね。うん、ただそうグリーンティーのここのグリーンをアップした時にレモンとすごいなんか混ざってしまって、本当になんか甘い感じの香りになってしまったんです。うん、なので今回このレモンはすごく酸味をアップしています。だからトップがちょっとこうすっきりして感じで、その後こう落ち着くようなこうバランスを取れるような感じであえてこう話しました。グリーンティーとこうストラスが立つような感じで、ティー感はアップしてるんだけど、うん、そもそものそのレモンをすっきりにしてるから トップの感じがまた爽やか、はい、隠し味みたいな精油がいるんです。うん、隠し味にしているのがベルガモットの皮の精油です。やっぱレモンだとすごく爽やかで軽い香りなので、もっとこう青くて苦い柑橘系の精油をここに足すことによって、このグリーンティーの重さとレモンの軽さをこうつないでくれるような役割をしています。なのでちょっと大人っぽくなったっていう、結構ホワイトティーってすごく爽やか元気になるっていう印象と真逆のこう落ち着く温かみがあるっていう、 こう2つの印象を言われる方がいるんですけれども、うん、それが本当にバランスよく、なので前よりもちょっと落ち着くとかまろやか丸みがあるっていう、うん、はい、表現が合ってるかなと思うので、うん、一年中使っていただける香りになってると思います。うんうん、
香ってみてどうですか？いや、もうまさしく今おっしゃる通りで、なんかその、もちろん夏にはもう間違いなくおすすめなんですけど、やっぱりオールシーズン使いやすくなってるなっていうところと、あとはもう単体でも、あの、すごく深みもあって存在感がありながらも、秋冬の香りを爽やかにしすぎずに、深みは残したまま、使うことができるので、秋冬でも、まあ、春夏含めオールシーズン、もう大活躍間違いなしかなと感じました。ホワイトティー好きな人の、あの、言ったら、さらにこう、進化させてるリニューアルだから、期待に応えられる、それ、今以上のホワイトティーを楽しんでいただける、あの、自信作だね。今回のリニューアルで、はい、ティーのニューアイテムも、そう、ニューアイテムもいるんです。今回は、ニューアイテム、2製品。ヘアオイルとバスソルトが新登場してます。だけどなんかその私たちのこう作り手の思いとしては、やっぱその香料が一番なんかその香りが輝く瞬間のアイテムにしたいんですよ。なのでやっぱり前の、あの香料変更前のホワイトってストレス感がすごく強かったので、ヘアオイルみたいなこう重ためなアイテムよりかはヘアミストだったりとかこう軽やかに使えるものの方がマッチしていて素敵だなと思ってたので、ヘアオイルを作ってなかったんですけど、ティー感をアップしてよりちょっとあの深みと大人っぽさも出たところで、ヘアオイルを作ろうと思って作った。向き合ってくれた？やってくれた？もともとあったんですよ。すごい、こう、小文字の白時代は、このヘアオイルあったんです。うん、で、なくされたんですよ。ずっと思ってたんですけど。なので、皆さん待ち望んでたはず。からの、はい、あれですよ。ね、これ、木村くんも好きな。バスソルト。バスソルトの定番の香りの中でも、ティーだけ。なぜバスソルト？もともとね、バスオイルがあったんですよ。変更前も。はい。でバスオイルがあって、やっぱこう、ホワイトティーの香りで、こう、一日の終わりに、こう、湯船に浸かるときにティーの香りを香りたいなと思ってたので、バスアイテムは絶対欲しいと思っていて、バスオイルのまま継続しようと思ってたんですけれども、あの、いろいろ試作をしている中で、もう同じ香りの量を入れたときに、断然にこのソルトの方が、ホワイトティーっていうのがすごい綺麗に出た。同じ香りの強さを入れていて、やっぱりこう輝ける瞬間っていうのが違うなっていうのを改めてこれで思っていて、ティーはバスソルトがいいなと思って今回ソルトにしてます。ちょっとジェメジェメしちゃうから、このね、さっぱりするっていう意味でも、このバスソルトで、はい、お風呂上がりのヘアオイル、ぜひ一押しにアイテムですので、ここだけは手に入れてください。はい、はい、